お疲れ様です。まあ、便利なツールがいろいろ出てくると、それに依存してサボる人も当然出てくると思います。あの、ドラえもんの話で言うとね、あの一コマっていうの私も覚えてるんですけども、あそこで思ったのは、あの、便利になってね、人が動かなくなって全部機械でやるっていう風な人が大多数で、その仕組みを作って相変わらず体も頭も使って、もっともっと便利なものを今の便利なテクノロジーの上に積み上げていこうとするね、そういったクリエイターっていうのがね、常にいるんだろうなっていうところなんですよ。 で、これをね、ものすごく身近な例に置き換えると夫婦関係っていうのがあるんですよ。どうやってつながるんやって思うんですよでも夫婦関係の中でお父さんは稼いでお金を持ってきます仕事でどんなトラブルがあっても解決してお金に返えてきますまあそれが基本的な稼ぎ方ですでもお母さんはというと家庭の中のわずか数人のことだけをね何とかすればいいもっと言ったら何ともしなくてもやっていけるわけですよ 洗濯をサボっても掃除をサボっても食事を作らなくてもなんとかやっていける最終的な手段っていうのはお父さんがお金で解決するからなんですよそうなった時にねじゃあある時40代50代もしくは60代で、まあ、離婚みたいな話があると圧倒的に困るのはいつも女性だっていう図式がここにできるんですよね、まあ、ですんで本当にね夫婦といえどもどんな人間関係といえども便利で楽だな、まあ、専業主婦でよかったなじゃなくってやばいと思わないといけないですよね 自分が鍛えられる場所自立する場所をこれは脅かされてるなと確かに今日は楽だけどもこの楽っていうものの土台がなくなると途端にやばいことになるなっていうふうにテクノロジーですとか状況にね乗るんじゃなくって乗せられてるなっていうふうにいつも思っていくことじゃないかなと思うんですよ、まあ、つまり脱依存ですよねえもちろんお互い様とかね持ちつ持たれつっていうのはあってもいいんですよでも おんぶに抱っこっていうのは、むちゃくちゃ危険だってことも考えなくてはいけません。つまり、制裁与奪が人に握られてるからなんですよ。じゃあ、今テクノロジーの時代です。私もぞっとするのは。電気が止まりました。復旧の目処が立ちません。となったときに、どういうふうに私たちは行動するのか。インターネットが止まりました。復旧の目処が立ちません。そうなったときに、今の暮らしが私たちは成り立っていくのかどうか。こういったことを考えると、かなりね、白票の上に。 足を乗せているような状況ってことが分かってくるんじゃないかなと思いますだから今の状況が全部ご破産になっても大丈夫なようにまずは体を鍛えていくこと頭を鍛えていくこと衣食住に対して自分自身で責任を持つことっていうのが私はいつもね意識していることかなと思いますよね便利になったとて所詮それは自分の力で便利になったわけじゃなくて補助的なツールのおかげで便利になっただけであって自分の本質は何ら変わってないってことに目を向けるべきかなと思っていますそれでは